てるか。人間5人も集まると必ず1人はクズがいる。そういうやつはいつもバカにされてよ。いざという時には真っ先に捨て駒扱いがお決まりだ。わかるか？お前のことだよ。まあ恨むならお前のようなカスをチームに選んだバカな隊長を恨むんだな。黙れ。僕のことをバカにするのは許せても、僕の親友をバカにすることは許せない。お前は僕が倒す。図に乗るな、カスだ。どうやらお前らの中で一番強いのはてめえらしいな。中忍試験会場でお前の能力は見せてもらった。お前のその意図は自分の特殊な体液にチャクラを混ぜて作ったものだ。そのため物理的に切ろうとしても並大抵のことでは切ることができない強度を持つに至っている。しかし、その能力もチャクラを流し込んで破壊する銃剣の前では意味をなさない。どうかな。あの会場で見ていたのは俺も同じぜ。お前に関する攻略法だってすでに完璧に見つけてある。お前はもうすぐにやられる雑魚キャラと同じ運命ぜよ。面白い。ならその攻略法とやら見せてもらおうか。ゲーム開始でよ。こいつは僕がやる。ちっ、まずそうなデブだ。いざ尋常に。やった。一本目始め。発艦。秋道長次、お前だけは許せなかった。こいつは俺がやる。面倒なやつが出てきやがったな。いざ尋常に。一本目始め。誰かが決めるもんじゃない。バカな、この俺がこんなカスにやられるだと。さっきも言っただろ、お前は絶対にやっちゃいけないことをしたって。お前は僕の親友をバカにした。それはどんな高級な料理の最後の一口を横取りされることより、デブってバカにされることより。待て、早まるな。許せないことなんだ。石川丸、みんな僕、勝ったよ。なぜだ、なぜ立っていられる。攻略は完璧だったはずぜよ。確かに、この白眼には死角がある。
お前の攻撃がそこからしか来ないことが分かれば、狙いを外すだけの動きをするのはさほど難しくない。さっきお前はすぐにやられる雑魚キャラと同じ運命だ、そう言っていたな。だがこの状況を見てみろ、運命なんて誰かが決めるもんじゃない。どうだかな、おめえもフラフラじゃねえかよ。それにもうサスケ様はオロチマル様のものだ。たとえ誰であっても救い出せば。出せるさ、あいつなら俺を闇の中から救い出してくれたナルトなら、きっとサスケをオロチマルから救い出せるさ。最後までザリゴト、あとは頼んだぞみんな。